皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョウアイルやっていきましょう。今日の動画はですね、本日のアップデートでウェブイベントだったりとか、あとストアの方に更新が入ったので、そちらをね確認していこうと思います。そしたらまずウェブイベントから見ていくんですけど、まずはアイテム受け取りですね。アップデート終わったんで100万コインもらえるんで、こちら受け取っていきましょう。続いてストアイベント見ていきます。こちらのタイムパスコインラッシュ来てますね。これ 2000FV で買えて、まあ、いつも通りログインボーナスと一緒で1週間ルーレットキーから、まあ、あとはねコインラッシュということでコインがメインでもらえるということになってます。でこれ 2000FV するんでちょっと高いかなと個人的に思います。0のね桁がもう1個ね多ければいいんですけど、2000万コイン、4000万コイン、2000万コイン、最後1億コインみたいな、だったらまだね 2000FV 払う価値あるんですけど、ちょっとねこの最後1000万コインで他が200万、200万、400万、200万だと、正直ね 2000FV 払う価値はないかなと個人的には思います。まあ、課金して余裕ある方は全然買うの悪いかなと思います。続いてキャンペーン見ていきたいんですけど、こちらには一つ新しいの来ていて、 UCL 各試合の勝敗、得点差、点数を予想しようということで見ていきたいんですけど、こちらに関しては毎日のログインでこのチップがもらえます。デイリーチップ5枚と、でこのボーナスチップに関してはデイリーチップを5回受け取るとボーナスチップ10枚もらえるということで、なんでこれ毎日ねこのログインするようにしましょう。でこれ何していくかっていうと、見ていくと準々決勝の、まあ、4試合ですね、これの勝敗予想、得点差予想、点数予想と、これを3種類できると。それぞれね倍率違って、勝敗ベットが3倍、得点差ベットが5倍、で点数予想ベットが10倍となってます。でこのコインに関しては、まあそのベスト8とか、あとベスト4、決勝と全部かけていくんですけど、一番最後にこのチップで商品と交換できるストアがオープンする予定で、そちらでねアイテムとかと交換できるということになってます。そのストアがオープンするのが6月2日とここに書いてあるんで、まあ、そこになるかなと、はい、思います。まあ、個人的にねこの点数とか得点差予想とか難しいんで、勝敗予想がいいかなと思います。もちろん楽しむという意味で点差予想とかね点数予想してもいいんですけど、確実に増やしたいなら、うん、正直勝敗予想がいいかなと思います。まあ、それでもね全然ジャイアントキリングあって、どっち勝つかねわからないんですけど、まあ、どちらにしてもねこのチップ増やしていかないといけないんで、どっかにはね、まあ、予想しなきゃいけないということで、まあ、自分が好きなチームとかにするのがいいのかなと、はい、思います。最悪ねこのデイリーチップとボーナスチップひたすらもらって何もベットしないっていうのが一番増えるのかな、わかんないけど、それでもありかなとは、はい、個人的に思います。でこちらにあるキャンペーンのツイート一度だけすると50万コインもらえるんで、こちらもねもらうようにしましょう。でキャンペーンとストアイベントに関してはこの2点になってくるので、続いてねストアの方を見ていきたいと思います。そしたらまずこちらの HR22 イベントで追加されたパック見ていきましょう。まず一つが2940円で買える川島選手確定のパックですね。誤審確定とプラス FV がついてくると、これ誰が買うんだとは思うんですけど、うん、買わなくていいと思います、これに関しては。他には下見ていくとスペシャルトークンで買えるものが増えてますね。まず一つがこの進化素材50個で1人選手が手に入ると。他にはマスター強化素材、これも150個ですねで1つ手に入る。でこれが150個でレジェンドランクアップ素材と、これも手に入る1つ、これ割といい気がする。で次が100個でランクアップ素材マスターと、これは微妙かな、交換するならこのレジェンドランクアップ素材交換するのがいいかなと思います。それぞれね回数の限定はあるので、ランクアップ素材のレジェンドに関しては、ね、2回交換してもいいかなと思います。続いて MVP イベントの選手も来てます。新しいのがまず選手パックが、ね、全部切り替わってパックが、ね、B になってます。この B になったことで新しい選手も来てるんですけど、まずこのレジェンド選手無料パック B、ロビー・ファン・ペルシー、ドログバ、ファン・ニステル・ロイ、ランパード、チェフ・トーレス、カントナと、新しくね7選手の MVP 選手が増えたと。こちらの選手がね新しく入ったパックがいろいろと販売されてます。まず見ていくと、まずは2940円で進化6から7確定の MVP レジェンド選手パック B 来てますね。こちら1回限定購入可能で、進化素材がね3から30個も当たると、確率に関してはねほぼ3でしょ、うん、80% 3だもんね、 1% で30で、6から7の確率が、113の6が 67%、114の6が 22%、7進が約 10% か。まあ、これもね、好きな選手いたら買ってもいいかな。軽く能力見ていくんですけど、ファン・ニステル・ロイは、
やっぱ7神だから強えな、普通に。で、ロビン・ファン・ペルシー。オースタミナが増えてますね。うわ、強っ。うわ、これ強いな、7神で。アタック中華もったいないな、これ。ドログバは。こちらも114の選手ですね。いや、強っ。どっちもこう。いや、いいね、これ。で、ランパード。ランパード113で。どっちも中華。これ微妙だな。チェフは113で。うわ、強え。まあ、スキルブーストがね、ちょっといまいちなんですよね、この MVP のゴールキーパーは。続いてトーレス選手見ていきましょう。こちらは113の OVR で。いや、強っ。いや、これめっちゃ強えやん。うん、アタック活動量高騰。これ悪くないな。で、最後がカントナ選手。113で、うん、強い。身長しっかりあって、フレア、ロングシュート、テイカー。いや、めっちゃある特性。強っ。そしたらこちらのパックに関しては、一通りね、説明終わった後、一番最後にね、引いていきたいと思います。で、他に見ていくと、こちらまた2940円で買えて、5回限定購入可能と。スキルブーストプラス、五神のレジェンド選手パック B となってます。これね、ボーナスでついてくるのが 1000FV なんで、これもね、割かしありかなと思います。で、続いて 1500FV で買えるレジェンド選手パック B と。先ほど言った選手が、ゼロ神ですね。で、一人手に入ると。そして最後が 4000FV で買えて10回限定購入可能と。こちらは4から5が確定となってます。確率はきついですね、まあ、これ買うなら普通にこれ買っていいかなと、はい、個人的に思います。他にはね、このスキルブースト、まあ、選手ね引いた際には買うのもありかなと思います。以上で、まあ、追加されたパックになってくるんで、そしたら最後ねこれ引いて終わろうかなと思います。個人的に欲しいのはね、ドログバ、まあ、7神は出なくていいや、6神でも全然いいや。とりあえず、ドログバ、ファンペルシー、ファンニステロイ、この3名狙いで、まあ、トーレスとかカントラでもいいかな。で、こちらは、現金で買うパックになってくるので、買う場面はスキップしていきたいと思います。さあ、購入したので早速引いていこうと思います。一発勝負なんでね。さあ、行きましょう。まあ、先ほど言ったね、114も出てくれれば嬉しい。7神だったら113でももちろん OK。行きましょう。ほい。さあ、どこ来るか。コートジボワール来たら熱いな。ドログバ確定だからね。イングランド、チェコはね、やだ。スペインでもいいな。行こう。来い。さあ、どこ？大事よ、ここ。はい。最悪。じゃあ、7神だぞ。来い。はい。ということで、今回はウェブイベントとストアの更新情報と2940のパック引いていきました。まあね、引いた結果がね、残念すぎて。まああのパックね、本当にその出てる選手、シェフとね、ランパデがマジで強いと思う。まあ、そのどっちかを引いてしまうあたりね、持ってるなと思うんですけど、ぜひね、買おうかなと思ってる方はね、買ってみてください。あとはね、CL の予想イベントなんかも来てるので、そちらもね、楽しんでいければなと思います。もし誰かね、動画見て質問とかあれば、コメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。